聖剣伝説3トライアルズオブマナ。いらっしゃい。追いかけてみるでっち。Thank you.
丈夫。あなたは？シャルロットのお名前はシャルロットちゃんでち。おねんねしてたらピカピカ見えたでち。そう。この際、しょうがないわね。よし、あなたに決めた。何？ううん、こっちの話。ねえ、お願い。私をウェンデルの光の司祭様のところに連れて行って。私にはもうこれ以上飛ぶ力が残っていないの。アルマ、おじいちゃんに用でちか？わかりました。シャルロットにドーンと任せるでち。何事？私はあなたの中に入り込んで休ませてもらうね。しばらく姿が見えなくなるけど心配しないで。ほら、早くアストリアに行ってみましょう。ギョエ、頭の中で声がするでち。早く。わかったでち。私の事情でウェンデルに向かわせてごめんなさい。シャルロットはお家に帰るだけだから大丈夫でち。ありがとう。あなたは光の司祭様と一緒に住んでいるのね。お知らせしなければ。エンデルが危ない。Thank you.
生徒ウェンデルに行きたいんですけど、滝の洞窟に入れないんです。どうすればいいかご存知ですか？それなら、エアリーさんが入れるようにしてくれるの？私も昨夜森の中で光を見たんです。追いかけようとしたんですけど、囚人たちがうろついてて。もしご迷惑でなければご一緒させてください。実は、私は風の王国ローラントの王女で、亡き母の後を継ぎアマゾネス軍のリーダーを務めていました。ところが砂漠の盗賊団ナバールの忍者兵が弟のエリオットをたぶらかし、城内に潜入、城を守る風を止めてしまったのです。敵は卑怯にも、風が止んだ城内に眠りの花粉をまき、精鋭のアマゾネス兵たちに反撃する機会を与えず、城内に火を放ち、父、国王の命までも。こうしてローラント王国は滅亡、弟の王子エリオットも敵にさらわれてしまいました。私はなんとか敵の手からエリオットを救い出し、父やみんなの無念を晴らして再びローラント王国を蘇らせたいのです。でも私一人の力ではローラント最高は愚か、エリオットを救い出すことすらできません。昔父に聞いた聖都ウェンデルの司祭様なら何かいいお知恵を持っていらっしゃるかと思い、こうしてここまで来たのです。申し遅れました。私はリースと申します。よろしくお願いします。
急ぎましょう。来られたでち。
ここまで連れてきてくれてありがとう。さあ、早く光の司祭様に会いに行きましょう。いらっしゃい。いい商品揃えてるよ。お目が高い。いい仕事してるでち。使わせてもらいます。またのお越しを。いらっしゃい。いい商品揃えてるよ。毎度あり。またのお越しを。シャルロット様、こんなに遅くまでどこに行ってらしたんですか。さあ、早くお入りください。シャルロット、どこに行ってたんじゃ。ごめんちゃい。でもヒースが何があったんじゃ。とね、囚人がヒースいじめてて、シャルロットが捕まって、変なやつが魔法でニョーピローンバヒューって。ん、なんだかさっぱりわからん。もうじれたいでちね。とにかくヒースがその変なやつに連れて行かれちゃったんでち。何？なんということじゃ。私はローラント王国の王女リースです。ナバール盗賊団に襲われ、王が撃たれ、弟のエリオットもさらわれて、国は滅んでしまいました。国を、そして父を守ることができなかった私は、この命に代えても弟のエリオットを助け出したい。司祭様、どうかお導きを。なんと、ローラント王国が。仮はマナの女神様でもない限り、一度滅んだ国を再建することなど。ちょっと待って。先に私に話させて。司祭様、私はマナの聖域から参りました。世界からマナが減少し、聖域のマナの木が枯れ始めています。なんと大変じゃ。マナの木が枯れればマナストーンに封印されし神獣たちが目覚め、世界は滅んでしまう。何？おお、シャルロット、なんということじゃ。
シャルロット、お前がフェアリーに選ばれてしまうとは。こんな幼子がマナの剣を抜かねばならんことになるなんて。おじいちゃん、どうしたの？フェアリーさん、うちのおじいちゃん、もうろくしちゃったんですかね。ごめんなさい。マナの減少によって、私たちは聖域の外では誰かに取り付いていないと死んでしまうのよ。あの時、あなたに会ってなければ、今頃。なんだかさっぱりわかりませんでっち。そういう難しいことを言う人はシャルロット嫌いでっち。フェアリーさんはおじいちゃんとこに行くでっち。それができれば苦労せんわい。フェアリーは一度宿主を選んでしまうと、その宿主が死ぬまで一生離れることができんのじゃ。司祭様、私にシャルロットをお預けください。今やこの子にしかマナの剣を抜くことはできないのです。お願いします。マナの女神はこの子になんと過酷な運命を与えたもうたのか。シャルロットよ、気をつけていくのだぞ。勝手に決めてるでちか。シャルロットは行きましんよーだ。ヒースを助けなくていいの？ヒースがさらわれた場所に邪悪な気配が残っていたよ。ヒースを助け出すにはきっとマナの力が。でもそもそもそのマナの剣って一体何でちか？マナの剣、それは全ての精霊を司る古の力の象徴。マナの女神が世界の創造に用いし黄金の杖の仮の姿。マナの剣を手にせし者、世界を支配しうる力与えられん。その剣、今なおマナの木の根元に密かに眠らん。マナの木が完全に枯れてしまう前にマナの剣を抜くことができれば、マナの女神様は再びお目覚めになって世界をお救いくださり、望みも叶えてくださるじゃろう。マナの木が枯れてしまったら、ヒースをさらった邪悪な者の力が増大し、ヒースを助け出せなくなるよ。それを早く言うでっち。そのマナのなんとかってところにはどうやって？ごめんなさい、マナが減ってしまい、私にはもう聖域への扉を開くだけの力は残っていません。世界のさまざまなところにマナストーンと呼ばれる神獣が封印されし、8つのエネルギーポイントがある。これらのマナストーンからエネルギーを解放すると、マナの聖域と現世をつなぐ聖域への扉が現れる。この扉に入ればマナの聖域へとたどり着けるのだが、マナの女神が眠りについた時、聖域を現世から封じるため8つのマナストーンのエネルギーは封じられてしまった。すればいいでち。大昔には古代魔法と呼ばれる呪法によってマナストーンのエネルギーを自在にコントロールすることができたと言われている。しかしその呪法をめぐり利権を奪い合う国々によって戦乱が起き、世界は神獣以来の危機を迎え、滅亡寸前にまで行ったことがある。かろうじて生き残った者たちは同じ過ちを繰り返さないよう、その古代魔法を禁断の呪文として
術者の命を奪うような呪いをかけ封印してしもうた。今では失われた魔法として誰も知る者はいない。一つだけ手があるよ。マナストーンの近くには必ずその属性の精霊たちがいるはずよ。彼らの力を借りることができれば、残されたマナの力で私でも聖域への扉を。その手があったか。お主たちが通ってきた滝の洞窟の上には光のマナストーンがあると言われている。滝の洞窟で光の精霊ウィル・オ・ウィスプを見たという者も多い。まず手始めにウィル・オ・ウィスプの力を借りに行くのじゃ。フェアリーと共に滝の洞窟へ行って調べてみるといい。フェアリーさん、私にもお手伝いさせてください。ローラントの再建も大事だけど、マナの木が枯れて世界がなくなってしまったら意味がないですもの。ありがとうリース。マナの女神様がお目覚めになればきっとローラントの再建に力を貸してくださるでしょう。いらっしゃい。
ましょうか。少し休んでいきませんか。へい
あなたたち飛べないんだもんね。でもここなら滝の水からマナの力を振り出せそうね。あなたたちを向こう側に渡せるかやってみるよ。ああ！
これが皆さんが探してるウィル・オー・ウィスプス、あのフルメタルハガーの体内に封印されてたっす。おかげさんでやっと封印が解かれました。事情はさっき皆さんが戦ってる間にフェアリーさんからテレパシーで聞いたっす。いや大変っすね。フェアリーさんもそうっすけど、僕ら精霊はマナがなくなっちゃうと存在できないっすからね。マナを救うためにも協力させてもらうっす。ねえウィスプさん、光のマナストーン？ちょうどこの真上、古代遺跡の奥深くにマナストーンはあるんすけどね、ちとここからじゃいけないっす。マナストーンはまだ無事っす。でも非常に不安定な状態なもんすから、いつか神獣が封印を解いて復活しちゃうかも。仲間の精霊たちを一刻も早く見つけ出して聖域への扉を開きましょう。あ？あら？こんなとこに穴ぼこが。シャルロット、こっちから帰りたいでち。お前らのおかげで滝の洞窟の結界が消え、牢をせずして聖都ウェンデルへの進行が可能になった。その礼をさせてもらっただけのことだ。ありがとうよ。よし行くぞ。